は。ご機嫌いかがですか？レイラです。今日は立原道三の詩を読んでいきたいと思います。後の思いに。夢はいつも帰っていった。山のふもとの寂しい村に。水引きそうに風が立ち、草ひばりの歌いやまない。静まり返った昼下がりの林道を、うららかに青い空には日が照り、火山は眠っていた。そして私は見てきたものを、島々を、波を、岬を、日光、月光を、誰も聞いていないと知りながら語り続けた。夢はその先にはもう行かない。何もかも忘れ果てようと思い、忘れ尽くしたことさえ忘れてしまった時には、夢は真冬の追憶のうちに凍るであろう。そしてそれは戸を開けて寂寥の中に星屑に照らされた道を過ぎ去るであろう。ご清聴いただきありがとうございました。よろしかったらチャンネル登録、コメント、高評価ボタンいただけたら嬉しいです。ではまた。レイラでした。